グランピングはこんな感じですね。こういったテントみたいなところに、寝ると、まあ、寝たというのが正しいですけど、まあ、ハンモックが置いてあって、ここで食事をしました。で、これがバーベキューのセット。中はこんな風ですね。エアコンもあるのですごく快適で、こたつもあるので非常に暖かでした。今もう朝の7時半ぐらいですけども、寒いんですよね。少しもう11月の下旬ですの で、自分はこういった着る毛布、こういったものを今着て外にいますけども、もう中は全然寒くないです。本当エアコンもあったかいし、こたつもあったかいで、夜寝てても、寒くない。エアコンが21度設定なんですけども、全然寒くないです。布団も、下はエアベッドですけど、上は、羽布団、毛布が完備されてたので、自分がいろいろ電気毛布とか持ってきたんですけど、全然使わずに、で、厚着せずに、まあ、友人のそうちゃんは、半袖で寝てたくらいですね。で、ちょっと周りの自然を見に行きたいと思います。近くにはこういった川が流れてて、聞こえると思うんですけど、この川のせせらぎ、それが寝てる最中に聞こえてきてて、本当に自然の中で、ああいったテントに近いようなところでですね、寝ることができたので、結構快眠でした。こちらがグランピングの会場で、すぐ近くには川が流れ、そして山があると。自然の立地条件はもう抜群です。会場自体はこんな感じですね。何個もキャンプ用の、テントが、グランピングですね、グランピング用のテントが張ってあります。奥の方までですね、全部でまあ15個ぐらいあるんですかね。はい、もう少ししたらそうちゃんが起きると思うので、食事にしたいと思います。こちら朝食です。ホットコーヒーと中がパン、それ何、チーズ、ああちょっとお好みっぽいやつね。卵、卵、あ、そうか、卵のキッシュ、キッシュが何だ、卵やね、はい、それ何、その、あ、それご飯かな、白飯、これはサラダ、サラダ、あー、で、おそらくご飯かな、ぽいね、あ、スープでした、あ、スープ、なるほど、じゃあいただきますか。いただきます。中で来る、え、中でも売ってんじゃないですか、みんな麺が全然中じゃダメなんていうのなくない？だってコーヒーとか冷えるですよ、うん、中にする、中で食います、中で食います。食べるけどね。テントの中に来ました。よいしょ、 ありがとう、あ、サンキュー。でもね、あったかいもの飲みたくなる。すごくない？
これでもうお腹いっぱいよね。これとスープでいいっすよね。スープで。俺さ、あんまこうジャムって好きじゃないの。あ、嫌いなことないんだけど。わかります。僕もう曲がりのみですよ、いつも。そうだろう。なんかね、お菓子っぽくなるっていうかさ、スイーツっぽくなるからさ、うん、甘いの塗りたくないから。そうなんよ。まあ塗ると塗るで美味しいは美味しいんやけど、なんかあんまりそういう気にならんじゃん。うん、同意見。同意なんで。バサ塗らないですもんね。あの、マーガリンのみです。そうやろ。あ、でもマーガリンはこっちにはジャムつけたんや。こっちジャム。はい。いやいや、もう本当はつけたくないですけど、もう塗っつけようと思って。あったからね、マーガリンはちょっと残しとった。ほら、見事にマーガリンだけ残る。見事に残るようにしてる。ああ、そのこっちの最後に楽しむために。そうです。ああ、賢い。確かにこのクロワッサンはマーガリンでいきたいね。真似た。むしろ何もなくてもいいかな、クロワッサンの場合。ああ、さすがやね。もうでも通やね。いや、なんかわかるよ、わかる、言いたいことこれね、右、こういう場合って右を強めに押して、片方だけ強めに押して出ますからね。なんかちょっと難しいですけど。あ、そう、調節できるんや。あ、でもこれ本来は2つ混ぜろっていう意味なの。あ、そうなんや。そうなんですって、そうちゃんから教えてもらった。いや、でも俺も同じでマーガリンだけを出したいわけよ。自分じゃマーガリンに変えてます。2つ出るんだね、どうしても。なんか甘いのがいらないな。でもあ、すごい。これ動画見せて、動画で。動画でっていう、別に。すごくない？そうちゃんのこの器用さ。もう頑張れ、マーガリンって思うけど、ジャムがこう邪魔するんで。おるよね、そういう。なんかアイドルでも、いやいや、お前出てこんでいいやろっていう時に、こう、ガンガン来る。ほら、邪魔してくるやろ。見事に、見事に。俺もいちごいいっつ、むしろ勝ってる。そう。え、何、下を力入れんの。ほら、どんな頑張ってもやで。あ、さっきのそうちゃん一緒やってみて。こっちが、え、どっちが。あ、いやいや、いちごはいいです。いちごだらけ。比率があれですね。いちご。めっちゃいちごでおるで。いちご。俺いいやつ。いちごはいいから。無理っぽい。無理ならいい。いや、多分これをこうあげないですよ。ちょっといきますよ。うわ。あ、でも、うまいね。さすが。すげえわ。はい、ありがとうございます。食べた？食べました。スイーツ。甘いかなと思ったら、うん、なんか甘くなくない？クリーム甘いの？
なんか何あれですか、なんか思った味と違ったんですけど。これ普通しょっぱくないですか味覚が崩れてんじゃん。ちょっと待って、塩これ塗ってますよ、塩。しょっぱいもんしょっぱいってこれしょっぱあれ砂糖と塩間違ってますよ多分。でも俺が甘かったよ。じゃこれだ、これ間違えてる。塩っぽかった。ちょっと重いっす、辛いっす辛いスイーツとかあんのそんなのそんな塩と砂糖間違えてる、これそっちだっけ絶対間違えてる、これ。いや俺の全然甘かったけど塩だもん塩違和感しかないクリームの甘さなのか塩の辛みなのか。あ、じゃあクリーム感もあるんだ。え、クリーム感もあるの。クリームはそれは甘いでしょ。だけどもうわけわかんなくなってますよ。いや、そのクリームの中に間違って塩が入ったっていうこと。いや、塩多分これあの、いや、甘くない。甘くない、全然甘くないスイーツなのに。これ怖いね、このロシアンルーレット的で。これもしかロシアンじゃないですか。どっちか、どっちか塩梅じゃないですかそんなことないよ、マジで。ドッキリのやつなの。ちょっと食べてていい、どっちでもいいよ、どっち取る。そしたらえ、残った方でいいとしたら。マジで美味しくなかった。だってめっちゃね、お茶飲みよったよねさっきね。全然美味しくないもん、だって辛いもん。うん、何それ。以上、これアウト。わかんない、辛すぎないこれはお前セーフ。うん、なに、全然ドッキリじゃないよ。ケーキが塩昨日もしかしてこう肉に、ま、間違ってかけるとこに、あ、一緒にここにパパ、あ、置いてた時にね、うん、あ、それあるかもね、間違ってね。びっくりした。でも塩かけてる、俺全然塩触ってないけど。じゃあ僕は分かるあ、こうやった時に入ったとかかな。あ、そういうことね。それがちゃんとこっちで来るのがやっぱり持ってるね、うん、あ、すごい。私何を言うのかと思って、あのイチゴの上についてるピンクの上のやつが辛いんかなと思って食べたら、あんまり甘みは確かにないなと思った。こんな甘くないケーキ初めてやと思ったケーキなのに。甘いケーキをイメージして食べたでしょ。辛いんですよ。びっくりした。やっぱ昨日の焼肉の時かかったんだよ、多分。そうしか考えられんもん。塩が入ってる、多分。なんかね、これ粉、それ砂糖の粉じゃなくて。ん？あ、塩だ。あ、だからかかったんや。塩だ。かけ寄ったもんね、昨日。塩がかかってる。うんうん。俺、そうちゃん結構その、俺、タレだけで大丈夫な人なんやけど、塩かけるんだと思ってよ。かなり振りかけ寄ったの思い出した。バーって。その時飛んだんじゃん。すごいね。よかった、す、あの、スーさん食べさせて。優しい。聞きました、皆さん。そうちゃんのこの優しさ。日本全国の皆さん、やばい、辛いケーキ非常にまずかったですいや持ってます父ちゃんは。うん、半すね、ちょうど24分。完食。今からチェックアウトをして物産展に行きたいと思います。ごちそうさまでした。